第6レース西日本二次予選を1着で勝ち上がりました稲田修也選手です。1号目でございます。ありがとうございます。まあ、レースですけども、方法からになりましたけども組み立てはいかがでしょうか。まあスタートは取れた位置からかなと考えてたんですけど、しっかりこうもっと自分が動いて赤番のとこなんかもっと自分が動いてレース作ればよかったかなと思います。まあ、金田選手も山口選手も井上選手を警戒しての動きで、はい、まあ、山口選手が切りに行ったところを金田選手が突っ張ったと思いますけども、はいはい、そこはどう見えてましたか。まあ、踏み込んだ感じは出れるかなっていう感じだったので、まあ、出てからしっかりこうハイペースで行けるように意識して踏んでました。最終ホームのあたりでまで切ったと思うんですけども、はい、3番手の橋本選手離れたのは確認できてましたか。そうですね、そこに金田がはまったのも分かってました。まあ、押し切って1着ということで、はい、自身 状態はいかがでしょうか。まあ、状態は悪くないと思うんですけど、しっかりと牽引競争できてないと思うので、まあ、そこをもっと、まあ、学んでいければいいかなと感じですね。明日以降準決勝ありますけども、はい、なんかセッティング変えたりケアだったりなんかどちらを重点的にというのはありますか。まあ、特に変えずに、まあ、気温が高いんでケアだけしっかりして次に挑みます。では準決勝に向けて意気込みをよろしくお願いします。準決勝も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。